はい、私が資格を社会福祉士の資格を取ろうと思ったきっかけは大学生の時に経済的に支援が必要な家庭の中学生を対象とした学習支援のボランティア活動をしていました活動の中で様々な中学生と関わらせていただいたんですが例えば生活保護世帯の子供であったりですとかあとは知的障害ですとか発達障害を抱えるお子さんもいらっしゃいましたあるいはこう 親ですねご両親に精神障害があったりですとかそういった方たちの支援を行っていましたでそういったさまざまな支援が必要であるというふうなことが分かりそういった経験をもとに人の人生に関わ,る関わりともに伴走する専門家である社会福祉士の資格を取得しようと思いましたはい。 私はもともとあんまり勉強が得意でも好きでもなかったんですけれども特にその勉強方法を決めることですとか勉強のペースをつかむっていうふうなことに対して時間がかかりました専門学校在学中については学科の先生に勉強方法についての相談をしたりですとかアドバイスをもらったりもしましたあるいは空いた時間を使って先生に小テストを作っていただいて えー、学習についてのサポートを行っていただくことで勉強のスペースをつかむこともできました勉強については、えー、ともちろん学校の講義を受けることは講義をしっかり聞くっていうふうなことはもちろんなんですがそれ以外にも、えー、次あ通学途中ですね学校に来るまでの間だとか学校から家に帰るまでの間にその日の復習をしたりですとか家に帰ってから、えー、寝るまでの間 学校から帰ってからなので夜の7時とか8時ぐらいから、えー、夜の10時とか11時ぐらいまでの2時時時間間間から3時間ぐらぐいを自宅学習の時間に当ててました、えー、臨床実習現場実習につきましてはあの私自身も高齢者の施設ですとか障害者の方の施設に行ったことがなかったものですから、えー、実習は高齢者の施設で実証したんですがやはりこう初めてですし。 一番初めに会った方とどうやって話していいのかなというふうなところにすごく不安を感じていましたただあのそういった中で、えー、実際にその現場にいらっしゃる高齢者の利用者様からは、えー、当時私20代前半だったものですからお孫さんと同じぐらいの年代の子が来たというふうなことですごくこう可愛がってくださったことをよく覚えています そうですね、教員になろうと思ったきっかけなんですけどもやはりこう現場で仕事をしていると自分の中での考え方だとかものの見方捉え方っていうふうなものが、えー、すごくこう偏ってき,てきてしまうというか、えー、凝り固まってきてしまったなっていうふうなところがあって、えー、転職を考えるきっかけになったのがその点だったんですがそういったことを考える中で就職転職のことを 相談したりですとかいろんなホームページだとか求人情報だとかっていうものを見ていく中でこちらの学校の先生から教員の仕事に興味はないかっていうふうなことでお話をいた,だいたのお話をいた,だいたのがまず初めのきっかけですね。でお話を聞く中で教員といいますとどうしてもこう教育するですとか指導するっていうふうに捉えてしまいがちなんですけどももちろんそういった面もあるんですが。 通学してくる在籍する学生と一緒に考える一緒にこう福祉を盛り上げていくっていう風な視点での仕事ができるっていう風なところに魅力を感じました、はい、臨床現場での思い出ですと私は高齢者のデイサービスで働いていたんですが高齢者の利用者様の中にはどうしてもこう今この瞬間に何かが起こっても不思議ではないという風な方たちがいらっしゃいます。 そういった方たちの支援をする中で例えばこうお亡くなりになられた利用者さんのご家族とお会いした時なんかにはデイサービスでお世話になったことはもちろんではあるんですけども、えーと そのご家族にとってのお父さんお母さん利用されていた方ですねのことを一番に考えてくれてありがとうっていうふうな感謝のお言葉を言ってくださることがよくありましたそういったお言葉を頂い,いた時に私自身デイサービスもそうなんですけども少しでも力になれていたんだなっていうふうなことを感じられたことが思い出として残っています そうですねえー、と現場経験がある分すごくこう社会福祉士としての基本的なところ基礎的なところについて自分では分かったつもりといいますかできているつもりではいたんですけども実際こう学生の皆さんと演習ですねこう学生さん同士でコミュニケーションの方法を勉強したりするような。 講義があるんですけどもそういった講義に一緒に参加する中で自分の中でまだまだ足りないところがあるんだなっていうふうなこと,ところに私は学生時代もいろいろなスポーツをしていたんですが社会人になってからは自分のこう体調管理健康っていうふうなところも意識しながらランニングをしています。 で普段はそれほど長い距離ではなく4キロだとか5キロっていうふうな距離を走っているんですが今年は残念ながら開催されませんでしたが名古屋で開催されるシティマラソンですねハーフマラソンになるんですがそういった大会にも参加をしつつ自分の健康管理体力向上っていうふうなところに努めています。 社会福祉士の資格を取得して働き始めて私自身気づいたことがありますで、その気づいたことというのは自分が支援している人たちからもたくさん学ぶことができるということですこれまでの人生の中ですごくいろいろな経験をされている方たちを相手にした支援をすることになりますそういうことですので自分自身の 見方とはまた異なる見方ですとか考え方というものを学ばせていただくことができますですので、えー、人の人生により寄り添いたい仕事がしたいですとかあとは人の幸せというものを一緒に考えていくというような仕事をしたい方はぜひご入学をご検討いただけたらなと思いますよろしくお願いします